国立慶州博物館は、大韓民国継承北道慶州市にある文化、体育観光部参加の国立歴史博物館。主に慶州に主婦が置かれていた白木時代の文物を中心に所蔵、展示している。博物館は、慶州歴史地域の東宮及び岩下も池金坊に建設されている。1945年10月に朝鮮総督府から業務を引き継いだ。 朝鮮総督府博物館慶州別館が国立博物館慶州別館として改装12月には在朝鮮、アメリカ陸軍司令部軍政庁によって日本人が所蔵していた文化財が没収され所蔵となった。1950年6月、朝鮮戦争勃発とともに博物館は閉鎖。 保護のため富山に移送された所蔵品は1951年6月の再開時には戻ってこなかった。1961年新館開業。1975年7月に場所も東武道から半月町南部へ移転し、仏塔をモチーフにした建築家、力体の設計で開業。翌月に国立博物館慶州別館から国立慶州博物館に改称。 その後、金久し痕設計による第二別館がついて館が開業。続いて、2002年に、白木美術品展示目的の白木美術館が開業。常設展示は、白木歴史館、白木美術館、月池館、屋外展示の4カ所。特別展示館にて、随時特別展示が行われている。ありがとうございます。